皆さんこんにちは、おゆきです。 EX7 の通常と教習に対応したクリア参考例です。セルカーのギアはこちら。編成はソーンズとラップランドを中心とした攻略になっております。どちらも特化さん。この攻略も置くだけ簡単攻略なので、開幕ラップランド置いて2番ソーンズ、そして3番はグムですね。で4番のキャッスル3はターンテーブル用として使ってるので、まあ、こんな感じでね、セルカーの向きを変更するために使ってます。でこっからはセルカーじゃない、ターンテーブルを3つ、上上下っていう風に置いていきます。コストにある程度余裕ができたらセルカーを発射で操作終了と言いたいんですが、ソーンズのスキルだけ発動しないといけないですね。はい、ここから右ルートソバーロボが出てくるんですが、まあ、この敵だけちょっとルートが違ってめんどくさいんですが、まあ、あらかじめね対策してるので、はい、こんな感じで、まあ、凍るんで大丈夫です。次はウィーク2ラストステージの EX8 で会いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。